桜を見る会は昭和27年以来、内閣総理大臣が各省庁からの意見等を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待をし、日頃のご労苦を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公式公的行事として開催をしているものであります。今般、さまざまなご意見があることを踏まえ、具体的な手続きを確認をいたしましたところ、具体的には取りまとめの内閣官房及び内閣府から各省庁に推薦依頼を行った上で、提出をされた推薦者につき取りまとめを行っております。その際、内閣官房の取りまとめにあたっては、官邸内や与党にも推薦依頼を行っており、官邸内は総理、副総理、官房長官、官房副長官に対して事務的に推薦依頼を行った上で、提出をされた推薦者につき取りまとめを行っております。こうした手続きは、長年の慣行で行ってきているものであるが、さまざまなご意見があることを踏まえ、桜を見る会について政府として、招待基準の明確化や、招待プロセスの透明化を検討したい。予算や招待人数も含めて、全般的な見直しを幅広く意見を行うこととし、聞きながら行うこととし、ついては来年度の桜を見る会は中止をすることにしました。以上です。はい。共同通信の飯川です。勉強ありました桜を見る会について伺います。長官、今、来年度の中止を宣言されましたけれども、この中止に至った経緯について改めてお聞かせください。今、申し上げましたけれども、予算、招待基準の明確の問題だとか、あるいは招待プロセスの透明化、さらに予算や招待人数も含めて全般的な見直し、ここをやる必要があると思います。そしてこうしたことを幅広く意見を聞きながら、行うこととして、しっかりとした今回のさまざまな問題の点については、しっかりと幅広く意見を聞きながら是正をしていく、そういうことで、来年度については中止させていただく、そういうことで、はい、関連して伺います。共同通信の井川です。開催の意義について、政府は先月15日の閣議で内閣の公式行事として開催しているものであり、意義あるものと考えているという答弁書を決定したばかりかと思います。わずか1ヶ月で中止、来年度の中止を決定されましたけれども、野党からの指摘等もありますが、請求のようにも思いますが、長官のご所見をお願いします。さまざまなご意見というのは、今、いろいろご指摘をされています。そうしたことを踏まえてですね、具体的に手続きを確認をしたところ、長年の慣行で行っているものについて、もう一度、しっかり見直しをすべきではないか、そういう考え方に立ったということです。関連して伺います。共同通信の井川です。来年度はあくまで中止ですけれども、全般的な見直しをした上で、再来年度以降は再開を前提に検討されるという理解でよろしいですか。基本的にはそういうことだと思います。はい。関連して日本テレビ渡辺ですが、これ来年度の開催の中止を決めたということは、いわゆる抜本的な見直しにはかなりの時間がかかるというふうな、見立ての上で中止ということなんでしょうか。今申し上げましたけど、招待基準が明確じゃないとかですね、プロセスが分かりにくいとか、招待人数や予算の問題、いろいろご指摘されてますので、そうしたことも含めて、幅広くですね、ご意見を伺った上で、そういうふうに思っています。はい。ご質問関連で日本テレビ渡辺です。長官の冒頭の発言の中で、総理や、長官、副長官など、事務的にその推薦する枠というのがあったという発言ですが、枠というよりも、推薦
内閣官房の取りまとめの中で、行われたということで、はい、で日本テレビ渡辺ですが、この、まあ、事務的にそういう推薦というのがあったということに関する他のご所感等あれば伺えれば、まあ、ここについては観光でありましたので、それが自然のことかなと、まあ、ずっと思ってました。はい、金です。朝日新聞です。今おっしゃったその総理ですとか長官、また与党へ の推薦という、事務的に推薦というようなことだったんですけども、人数としてはどれぐらいの規模に毎年上るものだったんでしょうか。まあ、私自身は今承知しておりません。金です。朝日新聞です。今年の、参加者が1万8000人ということでしたけども、うん、まあ、かなりの規模に上るというふうに見ていいんでしょうか。まあ、数多くあることが事実だと思います。はい、北海道新聞の金子です。金田の今回のこの問題に関しては、首相ですとか、自民党幹部、こう官僚の桜を見るかの私物化などがこう問題視されましたけれども、今回のこの桜を見るか来年度の中止ということは、こういった問題意思をですね、一定程度認めたということなんでしょうか。いずれにしろ、今のままで進めることについて、私は一昨日ですか、まあ、検討したいと申し上げました。まあ、そういう中で、検討してきた結果であります。毎日見なきゃ、今後の検討についてはどのぐらいの期間をかけてどこで検討するでしょうか。まあ、いずれにしろ、まずはその国民の皆さんから、あるいはいろんな方からですね、まず基準が分かりにくい、プロセスも明確じゃない、予算やさらにその人員が増えている、そうしたことともいろんなご意見がありました、まあ、そうしたことを真摯に受け止めてですね、そこはやはり幅広く、これ昭和27年から67、8年についているものでありますけれども、そうしたことを一旦整理した上で、行うことがいいのではないか、まあ、そういう結果に結論に至ったということであります。はい、毎日新聞の秋山と申します。基準が分かりにくいという話ですけれども、基本的に開催に関しては開催要領というのが作られていて、はい、そこにはある程度の基準が示されているので、はい、推薦されるにあたっては、こうした基準にのっとって、長官であるとか、あるいは与党の方からも推薦があったんです。まあ、基本的にそうだと思っています。テレビの方です。見直しに関連してですけれども、長官、これはいわゆるオープンな 見える化をしたような形で検討、検証をした方がいいというお考えはありますか。まあまあ、いろんなご意見がありましたので、そうしたことを踏まえて、まあ、しっかり検討すべきだろう、まあ、幅広くいろんな方のご意見を伺っていきたいと思っています。東京新聞の中です。関連です。長官がおっしゃるように、招待基準の、明確化だとか、選定プロセスの透明化というものは、経費が、まあ高騰膨らむ原因となっている招待客数を削減するという意味なのか、あるいは与党の国会議員の後援会関係者をもう招待しないという意味を含むのか。まあ、いろいろさまざまなことを今ご指摘をされています。ただそうしたことについては、これ従来の観光都市を長年にわたってこれ行われてきています。これは私ども野党の時の政権はこうしたことを行ってきています。それはやはり観光だったんだろうというふうに思います。まあ、そういう中でさまざまなご意見を今いただいてますので、そこは真摯に受け止めさせていただいてですね、もう一度そうした今いろんな疑問点について、明確なものにしていきたいというふうに思っています。日報新聞河合です。関連でお伺いします。桜を見る会が、総理の主催という位置づけだったと思いますけれども、今回の、来年度の中止については、総理の判断ということをしているんでしょうか、それとも官房長官の判断ということですか。総理のご判断。関連で新聞河合です。総理のご判断ということですけれども、総理からは具体的に今回の決定について言及はあったんでしょうか。今申し上げましたけど、今この基準、プロセス、さらに予算、人数、そうしたものを
いろいろご指摘されてましたので、まあ、そういう中で総理ご自身が判断をされたと、まあ、そういうことです。朝日新聞、安倍です。今回 の来年度の中止ですけれども、その基準の明確化についてですが、この功績や功労のある人にこう絞っていく、そういった考え方になるんでしょうか。まあ、これからいろんなご意見を伺いますので、そういう意味で、例えば自然災害のあった方だところの方だとか、まあ、いろんなこれ、ことをですね、大体今まで観光でずっと来てましたので、もう一度立ち止まってですね、さまざまなことをやはり検討することが大事だなと思っています。関連です。朝日新聞です。近年こう参加者数もずっとこう増えていましたけれども、はい、規模の縮小というのも念頭にしたものですか。まあ、それは当然です。北海道新聞の金子です。先ほどこう直前おっしゃったその、総理ですとか長官の推薦があったということと、あとその午前中にもその国会議員からの推薦働きかけが含まれているということがありましたけれども、まあ、この国会議員から この推薦者ですとか、その総理長官の推薦者ですが、いわゆる政府がこれまで言ってきた各界における功績功労のあった方々という、まあ、基準に該当しない後援会の関係者が含まれていたという、そういう意味でよろしいでしょうか。まあ、方々を幅広くという、発言をいたしてきました。この人は功労あるとかないとか、なかなか例えば理事会だとか PTA の人とか、まあ、そういう方もいろいろいらっしゃるんでしょうか。まあ、そこは幅広く紹介をさせていただいていたということ、それが観光としても続いてきましたので、いろんなご指摘を受けましたので、そこは一回立ち止まってしっかりご指摘を踏まえた上で対応すべきだという判断で。西京都橋です。関連です。招待基準などをこう明確にした上でですね、まあ、来年度開催するという選択肢もあるかと思いますが、なぜ中止という判断なんですか。時間かかりますよね。これは予算がもう予算の時期でありますから、来年の予算要求するしないというそういう時期になってきてますので、これはやはり一旦立ち止まってしっかり、今これだけいろんなご指摘をいただいてますので、そこはしっかりと対応するという判断をしたということであります。関心もないか。長官ご自身はその推薦依頼というものを受けて、どのように対処されていたんですか。私直接というのは長官は事務方にお願いしているという、まあ、そんな感じでした。ある意味ではずっとそういう感じで言ってましたので、はい。そうすると事務所とかを通じて何かそういうやり取りがあったと。そういうことだと思います。読売新聞の部署です。関連してお伺いします。取りまとめに立って官邸や与党にも推薦依頼があったという、まあ、ご説明が ありましたけれども、官邸や与党に推薦依頼があった理由というのはどういう理由からそうなっているかということは把握されているんでしょうか。そういうのが慣例ずっとついてきてました。関連していた慣例とはいえ、今こういう判断をなされているということは、それはまあ適切ではなかったというご認識に立っていらっしゃる。明確だとかいろいろご批判されている中 です、ね、やはり明確にすべきだ、まあ、そういう判断をしたということです。北海道新聞の金子と申します。今の来年度 その中心については言及されますけれども、首相の説明責任についてお伺いします。長官の菅原大臣ですとか河井大臣の政治資金疑惑による辞任の際にですね、政治家は常日頃から自らの行動について説明責任を果たす必要があると述べています。首相の事務所が桜を見るかの出席と、東京都内での観光ツアーの取りまとめを行っているとの証言が出るなど、他にもこう問題が次々と明らかになっている状況ですけど、首相にも説明責任を果たす必要があるとはお考えにならないでしょうか。桜を見る会については冒頭申し上げた通り幅広く意見を聞きながら、まずは全般的な見直しを行って、そして来年度は中止する。総理につきましては国会で答弁をされた通りだと思っています。
朝日新聞です。今のに関連してなんですけども、総理は国会の答弁の中で招待者の取りまとめには関与していないと発言されておられましたが、まあ、実際には総理の事務所は、ツアーを募っていたということが明らかになっています。これについて長官、午前の会見では総理が国会で答弁した通りだと思うとおっしゃってましたけど、これはどういった意味なんでしょうか。総理は主催したその答弁の中でですね、まあ、主催者としての挨拶や招待者の説明が、行われるのは招待者の取りまとめには関与しない、まあ、こういう答弁をいたしております。でそういうことをいたしております。あくまでその総理個人ではなく事務所が取りまとめていたという、そういう、まあ、内閣官房にですね、まあ、取りまとめが立てたということだと思います。長年の慣行ということですけれども、こういった総理、長官、長官あるいは与党の方々の推薦依頼というのは、少なくともいつから行われてたのか。これはずっとじゃないでしょうか。私、官房長官になってから、ずっとだったと思います。毎日新聞の関係あると思います。そういうふうにですね、その、まあ、ずっとっていうと、少なくともその前の政権時代もという。まあ、そうだと思います。うん、はい。もう一点ですね、その内閣官房はなぜ与党にそういった推薦依頼、あるいは総理にそういった推薦依頼をしていたのか。まあ具体的にそこまで私も承知しておりませんけれども、そうしたことから申し上げがあったからでもないでしょうか。はい、関して伺いますが、佐々木です。長官のところに来ていたその推薦依頼というのは、長官で言えばどれぐらい その人数推薦することになったんでしょうか。まあ、そんなになんかは分かりませんけど、よく依頼を受けた場合、事務次官にという感じでした。そんな感じで当たってました。特に規模とか人数は把握されてないと。はい、その都度依頼を受けた都度というのがそうですね。